こんにちは。豊さん。はい、なんだよ。またね、この恒例の豊さんからね。いや、ちょっと前々から、私もずっと思ってていたんですが。失策。阪神な。いや、それをね、ファンの方もツイッターとか。気になるな。でも藤浪投手が投げた時の、北條選手だったりとか、近本選手のシーンとか、ツイッターとか。すごかったんですよ。やっぱりね。はい。まあ一つに甲子園、土のグラウンドっていうのがあるよね、はい、で他のグラウンドって人工芝、うん、まあ広島が違うだけで、はい、あと全部人工芝じゃないで、人工芝に慣れてきてるっていうのもあるよね。だからエラーをしない、うん、で人工芝ってさ、球際が強ければ、はい、結構取れるんだよ、はい、これなぜかというとイレギュラーしない、うん、まあ多少のイレギュラーあるよ、人工芝でも。だから気持ちは楽なんだよ、はい、でも土のグラウンドってさ、やっぱり目の前にスパイクの跡があったりとかするとものすごく嫌なんだよね。だからその神経を使ったりだとか、はい、グラウンドが気になるっていうことは確かにあると思うんだよ、うん、でも昔は、うん、土のグラウンドでも人工芝でも、はい、ものすごくことうるさく言われたのは、タワーギアのショートバンドに入るか、はい、落ち際に絶対入ってこいって言われた、はい、これなんでかわかる？これ人工芝がポンポンと上がってくるじゃない、はい、だからグラブに入りやすいのよ、うん、でもこうやって伸びてるところって取りにくいのね、ボールって勢いを増してるから、はい、でもこう落ちてきてるところっていうのは取りやすいわけ、うん、でもそのボールの入り方っていうのがやっぱちょっと悪いところがあるね。それは阪神の内野手の選手ってことですよね、うんうん、でも昔から阪神ってそんな守備、いや昔はさ、掛布さんがサードでうまかったし、はい、まあ平田っていうのもうまかったし、はい、まあ岡田さんっていうのも堅実だったしね。あとだからそんなに下手ではないし、鳥谷選手とか、あと平野選手とかもいましたし、平野がそんなにうまくなかったから、ね、いや守備範囲は広かったでもそんなにうまい選手ではなかったでもうまくなっていった選手だけどね。これなんでかというと、はい、進藤っていう選手がオリックス行って、はい、やっぱり平野と一緒に受けたんだよね、うん、でやっぱり進藤っていうのは抜群にうまかったわけ、はい、高校入ってきた時から、うん、でもまあそういう目標があるとさうまくなるけど、はい、じゃあ阪神で今うまい選手って誰がいるかっていったらいないでしょ。そうですね、例えば先輩にバッティングですごい選手がいる、うん、そしたら真似するよね、はい、でアドバイスももらうよね、うん、だけど阪神にじゃあ今うまい選手がいるかっていうとなかなかこう鳥谷がどっか行っちゃったでしょ。まあロッテ行ったよね。ロッテ行ったよね。だからなかなか難しいんだよ。ああ、だから聞くとか、真似をする選手がいないってことですね。例えば俺らなんかは山下大輔さんっていうのがいて、うわすごい柔らかいしうまいなと思って、それを目標にこうやろうとするわけね。まあ例えば。昔のジャイアンツだったら篠塚さんがもうボールの殺し方なんか抜群だったわけ、はい、だからそういうのを真似したりだとかさ、うん、したんだけど、阪神っていうのはもうみんななんか若手で、だからその目標になる選手、見本になる選手がまずいないということと、はい、やっぱボールを取る位置が近すぎる。あな豊さんのその内野手、うん、同じ内野手としては近すぎる。技術的にはね、やっぱ手をこう伸びたところで見えるところで取らなきゃいけないのに、はい、全部抱えようとする。そうですね、抱えようとするからこう詰まる、はい、で弾く、うん、っていうことの繰り返しだと思うんだよね。だからもう少し見えるところで取らないというか、例えばもうちょっと前で取るとか、そうそうそう、ここではなくてっていうことですね、うん、そうで体がこうかぶってしまうんだよね、はい、かぶってしまうから中で処理しようとするの体の、うん、そしたらハンドリングって悪くなる、はい、やっぱ見えるところで取ってハンドリングをするという、はい、包み込むっていう、うん、で吉田さんって阪神の、はい、牛若丸って言われた人、この人はボールに対して攻めるって言ってたよね、掛布さんの時に。あ、おっしゃってましたね。攻めるって言ってたよね、はい、その攻めの姿勢がない。その攻めるっていうのはやっぱりこうボールが来たら取りに行くんだよね、ボールを、うん、取りに行くか包むかどっちかな、はい、でも包むにしても攻めるにしてもやっぱ前なんだよね。こう、これ前だね。こうじゃないんだよ。ああ。わかる、はい、こうやって生卵をポンと投げられた時にこうやって取る、取らないです、前に行きます。こうやって取るでしょ、こうだったりとかでしょ、柔らかく取るためにはクッション使うでしょ。ここだったら無理ですもん、分かんないでしょ、うん、ね、だからまあそういうことがやっぱこう基本なんだけど、はい、まあ教えてると思うんだけど、なかなかね、今うるさく言うとさ、イップスになっちゃうんだよね。取るイップスってあるからね。あるんですか。それとね、やっぱこう硬すぎる。玉が？玉じゃない。お前の引き方なんか嫌だね。玉がじゃない。こう手のひらが硬すぎる。はい。やっぱりさ、柔らかく使わないと。手のひらをってことですね。はい。だから来たと思って。はい、こう力が入っちゃうんだよね。そうじゃなくて、あ、いらっしゃいっていうような感じで、はい、取りに行くといいよ。特にじゃあこの阪神の、まあ、内野手の選手だったり、ちょっと守備があんまり上手ではない選手いますけど、それぞれなんかアドバイスすると同じ内野手として、例えばまずね、はい、まず構えの時に、はい、下半身には力あっていいけど、はい、上半身の肩の力だとか、はい、やっぱもうダラダラで抜いとけっていうこと。あの固まってるんじゃなくてってことですか、うん、だから難しいんだよね。まあバッティングでもそうなんだよ、はい、下半身に力が入っといて、うん、ね、どっしり構えといて、上半身は柔らかく、はい、でピッチャーだってよく言われるのが、下半身には体重をずっと充実させるけど上半身は力を抜いとけって、じゃないと腕が振れないよって、これももう全部共通して言えることなんだよ、はい、で阪神の選手を見てると構える時が硬すぎる。北條選手もそうですか。大体そうだから上体は力を抜いといてダラダラにしといていいから、下半身だけ力入れる、はい、難しいよ、うん、全身に入れるというのは簡単だし、全身の力を抜けっていうのも簡単だけど、はい、下半身に力を入れて上半身だけ力抜いとけっていうのは難しいんだよ、うん、難しいんだけど、それができるようになって初めていいスタートが切れ、ハンドリングが良くなる、はい、あとはやっぱり足を動かして取りに行く、うん、足で取りに行く、はい、手で取りに行く選手が阪神は多いからね、はい、じゃなくて足を運んで最後で手を使う、うん、そういうことがこう繰り返しできるようになったら、だって素質のある選手はたくさんいるんだもん、阪神。そうですよね、うん、だからもったいないよね、見てて。そうですよね。だってあれだけエラーしたらさ、やっぱ勝てないよ。もうそれでだって点取られてるわけですもんね。ピッチャーがいいっつったってさ、うん、ザルが守ってるんじゃさ、そりゃ抜けていくよ、そりゃしょうがないよ。だからもったいなくてしょうがない、ね、いや本当もったいない、あの失点が多いですよね。そうでしょ。だからそれができてるのがなんか梅ちゃんぐらいだよね、キャッチャー。キャッチャーの梅ちゃんはこうストッピングもうまいし、はい、ね、いいんだけど、他の内野手がやっぱ硬い。それと誰かやると連鎖しちゃうんだよね。それはなんでなんですか。アナウンサー同士でさ、はい、こうマイクの前で喋ってて一人噛むと嫌じゃない。嫌です。私も噛むかな。え、ちょっと待って、今噛んだみたいな、うん、私も噛むんじゃないかって思うでしょ。暗示にかかります。暗示にかかるでしょ、はい、それと一緒なんだよ。やっぱり一人やると、ああ俺できねえって思うんだよね、はい、いや、やるつもりじゃないよ、はい、やるつもりじゃないけど、いや俺んとこ飛んできたらなんか嫌だなっていうのがやっぱあんまりうまくない選手だと連鎖しちゃうんだよね、はい、だから連鎖反応でどんどんエラーしちゃうというか、それと一人やるともう怖いものなくなるんだよね。あいつがやったから俺もできるみたいな。いやいや、そういう心理も働くわけよ。全く今度逆の心理もってことですね。逆の心理も働く。ああ。いやだから本当に練習の時から、昔はさ、まあ例えばホームでやる時なんかは時間たっぷりあるじゃん。うん、練習時間が。はい、だからまあ例えば本隊が1時50分とか2時ぐらいから練習やるって言った時に。はい、その前に行ってもうずーっとノックを受けてる選手、はい、もういたし、ビジター行ったら1時間半ぐらいなんだよね、練習時間が、はい、練習開始っていう時からもうずーっとノックを受けてて、はい、だからおいバッティングだぞっつってバッティング5分間ぐらい打って、うん、はい、またずーっとノック、やっぱそのぐらいやっぱりやってたよ。守れない選手は打席に立てないって言われてた。あ、そうなんです、ね、今逆でしょ。そうですそうです。打ったら誰か守ってくれるでしょ、はい、そうじゃなかった。守れなかったら打席に立てないよって言われた。だからみんな昔の選手の方が今の方がバッティングの技術とか、はい、速いボールについていくとか、うん、そういうのはもう長けてるかもわかんないけど、はい、昔の選手の方が圧倒的に守備はうまかったね。あ、そうなんで。でも確かに守備の名手って昔いたよね。どこのチームにもやっぱりいましたよね、うん、だから、うん、それはやっぱもうずっとノック受けてたの。阪神の選手もノック受けて、いやそれは受けてるよね。ただ例えば暑いからって雨天練習場で人工芝の上でノック受けても、雨天練習場は人工芝だからね、はい、受けてもやっぱり本ちゃんだったら土じゃない、はい、土だと全然違うからさ、うん、だから面白いのは我々は人工芝っていうのが横浜スタジアムと後楽園しかなかったのね、はい、東京ドームと。その時はもう本当に土のグラウンドがメインだから、はい、もう土で受けたいって思ってたよね。あ、そうですよね。いや人工芝何だって受けれるもんみたいな、取れるもんみたいな。あ、だから逆にそのね、土の方で受けたいっていう。そうそう、だから本当にうまくなりたいんだったらもうずーっとノック受けないとダメだ。そしたら何か掴むの、自分なりの何かを、自分なりの何かを掴む、うん、だからもうそうやっていかないとうまくならない。そうですよね、うん、ぜひ阪神の選手に委ねた一言。もうね、素質があるんだよ。足が速かったりだとかさ、肩が強かったりとかいっぱいいるのよね、はい、だからノックをどう受けるか意識の問題で全くあるから、うん、だから吉田さんというのは攻める取り方してるんだよね。もう何でもいいから前にと前でと、はい、でもそれが合わないんだったら広岡さんみたいに攻めながら包み込むっていう取り方ってあるんだよね、はい、だからまあそういう取り方でもいろんなことがあるから、はい、一つじゃないから、うん、なんかそれを自分の中に取り入れてやったら必ずうまく。そうですね。そしたらいい位置に行くと思う。阪神チーム自体がってことですよね、うん、やっぱエラーして負けるとさ、やっぱテンション下がるよ、みんなが。そうですよね、うん、あとエラーするチームってやっぱり優勝できないですよね。難しいですもんね、うん、だから広島が優勝できるんじゃないかって言った時になぜ優勝できないかっていうと、やっぱこう二遊間の守備だったんだよね。これがダメで優勝できなかった。でも田中康介、菊池っていうのがセンターラインに入ってきて、はい、守備が固まってくるとやっぱり優勝するじゃん、はい、やっぱそういうことなんだよね。やっぱ守備っていうのは大事な、打つっていうことにねもうフォーカスされてるけど、はい、守備ってさ本当に10割って目指せるからもう頑張ってほしいなと思います。そうですね、はい、阪神の選手の皆さん頑張ってください。はい。